はい、すいません、ちょっと止まっちゃったんで続きを撮ります。これは どうにかします。前半後半かなんかで分けましょうかね、うん、ちょっとカメラがありますね。ハイドランジア、これすいません最初からなんで、これハイドランジアの水色かける緑、ちょっと繰り返しになっちゃいますが DM で、このこれはだからハイドランジアの紫とグレーかなっていうのがもしむしろあるんですね、うん、これですね、これもね、ちょっと広げますね。ハイドランジャー、ハイドランジャー、よいしょ、 OK、 これね、きれい、ね、確かにこう紫にね、紫とかこう青系にするとアジサイかなってちょっと思うんですよね。まあアジサイかもしれないのかな。アジサイの種類と調べてます。まあこれあ、いいですよ、テンション、まあ後で調べて教えてください。綺麗ですね、これもね。そしたら次行きましょうかね。はい、ちょっと差し込む。はい、じゃあ次、お、これまた、あ、これテンション好きそうですね、これ、この感じは好きでしょ、これ。聞いてない。テンション。アジサイ。アジサイの。アジサイ、ハイドランジア。あ、今。調べてもらいました、ハイドランジア、アジサイらしいです。ハイドランジアっていうアジサイの種類があるみたいですね。アジサイ属らしいです。ありがとうございます。今度はこれ天守好きっぽいですね。アズレージョ。群青。群青ですよ。もう群青。いいですよ。天守調べなくていいから、これ説明をしてください。はい、これ天守好きそうな感じですね。これね。どうですか、こういうなんか好きですよね。ちょっとレトロな感じ、うん、ね、もう一回名前をもう一回、アズレージョ、アズレージョの群青ですね。あ、なんかこの白に青い感じがいいですね。こうなんかこうテーブルクロスみたいな感じのいいですね、アズレージョ、綺麗ですね、これもね、ね、いいですね、なんかいいですね、僕も白いのが好きなんで、はい、好きですよ。あ、白いっていうか、シンプルのが好きなんでね、アズレージョもいいですね。はい、これはじゃあアズレージョ群青でしたね。次、お、これまたさっきのあれになんか青のやつの柄に近いけど可愛いですね。これはな、おっと、アズレージョ分かりました。アズレージョ分かりました。はい。ポルトガルでタイルのことをアズレージョと言います。アズレージョ、あ、じゃあ一回アズレージョ戻りますかね。はい、すみません。タイルのことをアズレージョと言います。これはタイル、まあタイルですね。確かにね。アズレージョ、タイルのことらしいですね。ポルトガル語。はい、すごいね。そういうところ引っ張ってくるんだね。なんかこう、いろいろこう精通してるのかな。外国語とかそういうのに。アズレージョ、ね、天使は今、すみません、はい、大丈夫です、大丈夫です。じゃあ戻りまして、さっきのアズレージョから今度は何レージョでしょうね。これは音？これ書いてないよ。あ、そう、あると思う。どっかにある？あ、あった。花模様。おお、これまた花模様。これ急に罠タイトルになったね。花模様。もうそれもね、半分ずつ、これまたなんかちょっと違うね、柄が違うね、こっちの柄とこの左っていうか向かってみて左側のこの中面の柄とこれ横にずっとスライドしてきてこの中、そうそうそう、こっち右側の違いますね。これ広げてみないとやっぱ分かんないから広げた方がいいですね。さっきも話がありましたけど、こっちとこれね、ここが一緒で、一緒というかここのその縁は一緒で、この左と右で柄は違います。いいですね。これもなんか額に飾ったりするといいかもね。縦長の額みたいなね。かわいいですね。あれで何でしたっけ？あ、花模様ですね。急にはのタイトルに花模様ですね。いいですね。これ全部染め方は一緒なってことね。抽選なんですね。はい、じゃあ、おっと、今度はまた雰囲気がガラッと変わりましたね。水玉黄色、こ
こういうイメージはないな、ズクさんのイメージ。水玉、黄色、シンプルですね、うん、シンプルだけどないよね、多分そういうのあんまり、ね、ああ、そうですか、うん、ああ、そういうことらしいです、店主が。ズクさん、やっぱズクさんならでは、うん、やっぱ思うんでしょうね、こういうありそうでないところを行くんでしょうね。あるかもしれないですけどね、僕も全く知らないんで。もこれ色はね、これちょっとね、カメラだとね、ちょっとね、今日特にね、天気が良くないんで、ちょっと暗く映ってるの、ちょっと暗く映ってるね、今気づいた。そうね、色がちょっと違う、もっと違うね、今もうちょっと黄色いですね、はい、まあでもそれも実際やっぱりお店で見てね、ちょっとアップするときに明るくできるのかな。そうですね、うん、黄色、水玉でしたっけ、うん、名前がね、はい、ちょっといいです、僕が選んで。水玉、黄色ですね、はい、じゃあ次いきます。これヘリンボンが好きです、個人的には。ヘリンボン、はい、店主おすすめヘリンボン。そうですね、やっぱちょっと濃ゆく、もうちょっとね、見てる、まあ、私の手の色もそうですけどね、なんかもうなんかちょっと今日は天気が曇ってるんで、ちょっと濃ゆく映ってるけど、まあ、ちょっとそこは調整してみましょう。ヘリンボン、店主が好きらしいですね、ヘリンボングレー。またね、ほらインスタグラムとかでもアップしてください、ヘリンボングレー。これなんですかね、ヘリンボンって、まあ、なんかこう、ヘリンボンってこういう柄をヘリンボンって、あ、こういう柄のことヘリンボンって言うんですね、はい、知らないことばかりですね、もう僕はもう差し子以外も全て知らない。可愛いですね、これなんか規則性があって、うん、店主が好きらしいです。うん、これもずっとこの柄がずん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 って続く感じですね。こっちの差し子ちゃんが入って、そしておーっと、これもいいですね。お、来ましたね、またもう一個ヘリンボンが、ヘリンボン2色あるそうです。さっきのがグレーで、これがカラーシー、ヘリンボンカラーシーね、なんかヘリンボンカラーシーで、よし、あ、これ暗くつ、これ黄色がな、あ、そうね、もっと黄色いですね。で、あの白が白くないでしょ、これ今鏡がちょっとね、カメラの問題だな、これ貼れないかな。これちょっと今ちょっとこう部屋の電気とかをちょっと落としてもらうとどうですか。部屋のね、落とすと暗いですか、ちょっと落としてもらっていいですか。あ、暗いですね、はい、あ、一緒ですね。じゃあすいません、もう一回部屋の電気を明るくしてもらっていいですか。すいません、あ、もう僕の手が暗い。これでも人の手の感じでね、あ、そうね、難しいね、だから動画も難しいね、色が、写真の方がいい場合もあるね。そうですね、これあの後でちょっと写真も撮ってみましょうかね、1枚ずつね、それいいかもしれないです。もう最近もあのインスタグラムのサムネイルがもう全部さしこちゃんなんで面白くないんで、これちょっと写真も撮ってみます。よし、じゃあズクさんの他、はい、すいません、はい、で何かありますか、スークさんのご紹介としては。スークさんのあれを持って帰ってくる、これですね、今紹介したやつ、これですね。まだ他にもあるってことですよね。まだたくさんあるそうです。あのサンプル、ズクさんはサンプルを1枚ずつつけてくれて、で今日紹介したの以外でサンプルを飾ってるものもあるということなので、あのこれが全てじゃないということなので、やっぱり実際お店に来てみていただいた方が、まあ来ていただいた時にはやっぱりこう広げてみた方が、こうさっきみたいにこう左と右とで柄が違ったりとか、あのいうのもあるので、やっぱりこう同じ柄でも一緒のものはないっていう感じなのかな、その染め方のこうちょっとぼけてる感じとか、こうタイリングですね、タイリングで、まあそういう感じなので、これ最後これバックでお願いしようか、うん、
ページ、あ、これはこれはでも、はい、見た目よりも鮮やかに見えますね、これ写真だと、写真というか画面だと ね、 そうね、見た目はもうちょっとね薄い感じなんですよ、まあうね、もう微妙、ね、こっちが色に色味近いね、これ越しの何て言うんだよ、何本やったっけ、これヘリンボン、ヘリンボン、あ、これちょっと今色が、あ、でもやっぱ濃いね、こっちまだ濃い感じやね、この大輪は結構近いんだけど実際の手ぬぐいの方がもうちょっと薄いというか浅いというか、なんだろうな、もうちょっといい感じですね、あの馴染んでる感じですね、これやっぱもう見てもらわないと分かりました、これ僕らも勉強ですね、実際の、はい、じゃあすいません話が脱線して、じゃあ今日は大輪で終わりにしたいと思います、ちょっと前半後半と動画が切れたので分けますね、はい、で写真も撮ってみます、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。